はい、どうも皆さんこんにちは、イサクトです。あれからですね、初見ギルガメッシュから1時間経過いたしまして、まだですね、いずれ勝てていないんですけども、まあ今回こそね勝てると思うんで、まあとりあえず額に傷つけられるとこまではスキップします。よっしゃ、やっとここまで戻ってきた。まあ額に傷つけるとこまで戻ってきたね。オッケー、ナイスガード。マジで強いんだギル。くそー、今良かったのにな。これは避けなきゃいけない。オッケーオッケーオッケー、やれてるよ。テンペスト、オッケー。でもね、回復薬は全部使い、ああもう強すぎる。よっしゃー、やっとここまで戻ってきた。ちなみに回復薬はもうゼロ回復薬はもうゼロなんだけど、とりあえずここまで戻ってきたからいけんじゃないかな。ダメ、あ、外した、あぶね。もうドキドキする。もうだってダメージ食らえないんだよ。やばい、あと一発食らったら終わり。あぶね、マジでギル強すぎる。タチのさ、あーもう出が早い。しゃあ、やっと額傷まで戻ってきた。ポーションはあととりあえず1個残ってる。これはいけるかもしれない。でも散々さっきからそれで死んでんだよね。マジで強い、本当に。レベルがおかしい、この人マジで強い。避ける、オッケーオッケー。今のタイミングが合えば避けれるんだけど、あのタイミング掴むの結構難しいんだよね。どうなんだろう、これって食らうのかな。危ねえ、あれが距離取れば当たんない。おお、びっくりした。あー結構怖いじゃん。オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ、これ避ける。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。3倍になったら必殺技をまあ使う。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あやばいやばいやばい。ポーション間に合った。あぶねえマジでさ強いんだよあれ。惜しい、今のガードしたいね。オッケー、ナイスナイスナイス。おいよ、使ってこ使ってこ、必殺技はこれ避ける。うわやばいやばいやばい、うわー惜しい、マジか、あとちょっとだったのに。しゃあ、額に傷ついた。もうあと残りなんだよな、マジで残り半分なんだけど、まあ、その残り半分がバカほどしんどくて、もうねギルガメッシュ初見から2時間が経った。2時間経っていまだなお倒せないもう強すぎだよ、マジで強すぎる。2時間だよ、2時間、2時間やって倒せないボスいる？なかなかいないでしょ、こんなさ練習して。オッケー避ける。うわあぶねー、とりあえずポーションはあと1回残っている。でフェニックスのは6残ってるんで、まあ、使ってないよっていうそれなんだけど、マジでさ、うわー外したし、あ終わったわ、もう今の外して心折れたわ。もうあーもう、はいどうも皆さんこんにちは、イサクトです。さああれからね2時間が経過しました。ギル初見から2時間経過して未だ倒せずっていうところなんですけども、あんねマジで強い。でもね、大体動きはなんとなくだけど分かってきた、分かってはきたけど勝てないよ、マジで強いこのギル。もうこういうねくだらないダメージを食らわないように、まあもうほんとこういうカウンターのパリーで、まあダメージを伸ばしつつ、まあやっていくと、まあ、それしかないんだけど、マジで強い、タイミングがいいんだよねギル。パリーオッケーオッケー。でもね、こう、3倍になったら、まあ、ちょっとゲージ溜まった必殺技使っていこうかなっていうスタンス。おっしゃー、額傷まで戻ってきたぞ。残り半分だ。マジでこっから。で、現状、あ、間違えた。これ、アイテム、まあ、フェニックスの6残ってるんで、まあ、1回も使ってませんよ。っていうのと、まあ、ポーションとハイポーションが、まあ、1個ずつ残ってると。いうことなんで、今回はいけんじゃないかなと思っておりまして、
結構強いんだよマジで、マジで強くって、あーくそ避けらんないか。避けるで、これもタイミング見て避ければ避けられるから、あとはあのゲージをなんとか攻撃当てて溜めて必殺技あれ打てば、まあ、ほぼ勝てんだよ。もう回復薬も残ってるし、オッケー、ナイスナイス。いやもうここで使っちゃっていいと思う。当てる、オッケーオッケーオッケー。で、あ、ポーションはもうないけど、まだハイパーポーションが残っている。避ける、3倍のうちに叩く。あ、やばいやばいやばい、ああ危ねえ危ねえ危ねえ。ハイパーポーション飲む、あぶねえ。オッケーカウンター、よっしゃ勝てるぞ、マジで勝てるぞ。残りもうちょいだ、避けて終わりだ終わりだ終わり。アスペル君マジで、よっしゃー、やっと勝った、マジでやっと勝った、あやった、王の盾だよこれが。クリアまでねマジで2時間半ぐらいずっとギルやってる、本当に疲れた、あー疲れたよ。ハンデなんてもらってなかった、まあもらってたか。これがあんたの言う怯えってやつなのかもしれねえな。自分を分からねえ野郎が自分を信じることなんてできねえ。それが分かっただけでも儲けもんだったぜ。おっしゃー、まあ一人でね、あのフェニックスの大縛りをやってたからフェニックスの大縛りか、合ってるか。信じてやり尽くしてみせる。フェニックスの大縛りやってたからね、回復薬めっちゃ少なかったしね。お前を盾と認めよう。いや達成感やば、めっちゃ嬉しい。迷いや怯えは死を払う。己の弱さを認めぬ者に王の盾たる資格はない。お前は強靭な肉体に見合う心を備えた。選ばれし王と共にあるのがお前のような男でよかった。じゃあ、この刃を返して私の力を託そう。かつて強靭な精神を持った男が私の腕を切り落とした刀だ。こいつは生きているなら、あの精神に見合う戦いの術を十分身につけているだろう。そうか、なら遠慮なくもらうぜ。さあ行くがいい。いかなる迷いにも決して惑わされずに、選ばれし王のルシス最後の盾として。世話になった。おお終わったね。無事に。早かったな。さすがだ。早くねえよ、全然早くない。こいつを手に入れた。一目見てわかったぜ。親父のってこと？あ違う、コール将軍のか。あそっか、親父は来てないんだもんね。傷じゃ土産にならんだろう。試練の証だ。あーそういうことか、コル将軍が腕を切り落としたんだ、強いね。昔随分と血の気の多い男が剣聖の腕を切り落としたらしい。ほう、剣聖も印象に残ってたらしいぜ。そいつは強靭な精神を持ってたってな。試練には精神だけではなく超えるに足る術もまた必要。持ち合わせていなければ認められはしない。
ああ、でも運よくまだそいつが生きてたら強靭な精神に見合う術を身につけてるだろう。てよ。ははいい話じゃん。いいじゃん。かっこいいね、あの刀。ん？少し自信を持ったか。この聖冠は不死将軍でさえ成し得なかった偉業だ。お子様だった不死将軍にはだろ。でもいい経験になったぜ。覚悟の意味を改めて教えられた。そうか。さて、盾は王様のところへ戻らねえとな。親父にお目玉を食らうわ。ああ、面白かった。で、それそういうこった。名誉の負傷がごつくなったよね。ヤバいのからノクト守った時のさ。だろう。つっても今回は説教食らってつけられたようなもんだがな。しかし将軍にも意外な過去があったんだな。そうだね、結構荒れてたってこと。ああ、でも親父からそんな話聞いたわ。あ、マジ。剣聖があの谷にこもったのが初代王の頃というと2000年前か。すげえな。そんだけ前から期待されてるらしいぜ、選ばれし王様ってのはよ。まあ、それが俺か。軽いな。ああ、軽い。たく、盾を無駄に働かせんじゃねえぞ。多少の覚悟はしてるがな。はい、ということでエピソードオブグラディオラスだったんですけども、いやー面白かったね。まあプレイ時間帯的にはまあ1時間弱ぐらいだけど、もちろんね、セーブされないから、負けたとこは。ひたすらセーブポイントに戻されるから、マジでこの倍以上、3倍ぐらいは本当にやっていて、ギルがね、めちゃくちゃ強かった。でもね、まあ、ボリューム的には少なかったけど、まあ、ボスのね、難易度、まあ、勝手に難易度を上げてたってところはあるけど、いや、まあ、楽しかった。普通に感動したし、まあ、このグラディオラスの、まあ、こう、盾としての、まあ、覚悟っていうのは、まあ、重く感じられたところはあったので、まあ、非常に面白かった、いい話だったかなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。